パンコリさんです。ちょっと今日館長会ですね。館長会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 ですか。館長会です。藤田館長会です。あ、藤田館長会。藤田君に館長するわけじゃありません。あ、はい、館長館長じゃない。はい、はい、違います。ということでですね、はい、藤田君にちょっと一本ギターを持ってきていただいております。はい。うわ。あれ。あれなんかおかしくないのよこれ。これさ、うん、これガリガリ君の口じゃないですよね。わかる、ガリガリ君なんか見た瞬間にさ、ガリガリ、そうそうそう。お前ジャズマスターじゃん。なんか見た目が。お前ジャズマスターだろうけどさ。1,2,3、ジャズマスター。ベース？いやラップスチールのジャズマスターバージョンみたいな見た目があったんじゃない？これなんすか？そうっす、まあほぼそうなんですけど、その要は50年代の8弦のラップスチール用のピックアップなんですけど、はい、でそれを元にしてジャズマスターのピックアップが、あ、こっちを元にされてるんだ。あ、そうですね。へえ、じゃあこっちの方がもう元祖、元祖、元祖なんですよね。へえ、またみんな探し始めちゃう。でもこれ買ったのこれですよ。どうにもならない。確かにね、8弦ギターにしか付けない。すごい前から気になってて、はい、どんな音するんだろうなと思って気になってたんですけど、まあ、ちょっと手に入って、でこれ YouTube 上でもあんまりまともな動画なかったんで、うん、YouTube 上でもない。あってもラップスティール乗ってるやつ、ちょっとやって、エレキギターに乗せた状態っていうのはまあないかなって感じですね。へえ。まあ、あのちょっと前にヴィンテージのジャズマスター3本、うん、あ、はいはい、あったんですけど、はい、あれよりちょっと前になるんで、まあ、それとの違いっていうか、はいはいはい、え、何年生だろこれ。あ、特定はできないんですけど、まあ、50年代です。ああのギター自体はあの学生の時作ったやつ。あ、そうなんですか。そんな、まあ、まあ別に別に。いやー、気になりますね。で、あのフロントとセンターが66年生の、はい、ムスタングとか、ミュージックマスターとか、あのディオソニックに使われてるやつ。え、ってことはまっすぐなやつじゃないのか。フラットポールピースだから、へっ、で、それってそんなにストラトのピックアップと変わらないはずじゃないですか。その、あ、まあ、ポールピース以外は、うん、あ、でもパワーちょっと弱くないっけかもしれないですけど、まあでもそんな値段差ほど違うはずはないよなと思って、ちょっと乗せてみたんですけどって感じですね。じゃあヴィンテージのムスタングとか乗ってる、うん、フラットタイプのポールピースがシングルと、ラップスチールか、はい、ラップスチール乗っていたジャズマスターのピックアップの元になったと言われている。やっぱなんだろう、人の顔に見えちゃう癖はなんだろうね。え、見える、なんか見た瞬間に、あ、まあでも車も人の顔に見えるもんね。そうそう、口でかいみたいな。よし、フロントから開いてみましょう。フロント、あ、いいですね。え、でもパワーがちょっと弱いんじゃないか。測った5点。あれ、じゃあ普通だな。ちょっと遠いか、あのポールピースがね、うん、今引っ込んでるから。引っ込んでるからね。あ、でもすごいヴィンテージ音してる。うわ、綺麗な音。センターね。センター。同じだね、ノリは。やってみますか。はい。あ、これなんかやっぱサーブの音がするな。あれ、なんかこれなんかやっぱりちょっと鼻詰まり感があるね。あるね。でもジャズマスターの
男の感じするもん。あれ、え、なんだろう、面白いなこれ。させようと思うするね。結局ピックアップするんだよね、やっぱり。なんかスライドキャスターで売り出せばいいんだよ。いやその人口いるかどうかって問題があるよ。いやだからやっぱあれでしょ、えライクーダーファンがギャンギャン言うね。なんかさ、あれにちょっと言ってない、L500 人じゃない。あ、まあシングルだからちょっと違うけど、ちょっとミャミャっていう。これやっぱもうスライド専用にした方がいい。スライドだとだからそこ伸びるとめっちゃ気持ちいいんだよね。ちょうどハイミッドみたいなところが。だフェンダーがこれちょっともう一回作ってスライド、うちで作ればいい。あ、そんな。スライドキャスター。スライドキャスター。これが現物になるんです。おお。もう一個あんの。はいだー、するする。何がするんですか？あれこれなんか、え、何がする、こうなってる、電波みたいになってる、ね、電波みたい、電波みたいになってる。携帯これだからやっぱさ、うん、あれかな、出力がつけられてるのかな、これで。あー、あ、え、こっちの、え、逆で、あ、するするね、するよね。前に測ったらジャズバスターの釣りも 薄かったっすよ。あ、薄いよね、はい、材料なくてもなんか乗りそうじゃん。薄くし、極力薄くしとけば。早かったフロントにこれつけなきゃいやー、それはきついでしょ。聞いてる分にやっぱスライドがやっぱしっくりきてたよ。スライドすごい良かったよね。紹介していい、さっき初めてスライドの音聞いたんですけど、うん、
やっぱそういうのあるのかな。いや、だからやっぱね、伊達にスライド、もうそれ用だもんじゃなかったから。もともとはそれ用だもんって済ませた方がいいかもな。なんかそういうムードあるもんな。この高さなんだろうね。ね、下関係あんのかね。ポールピースを長くして時速を狭く、磁場を狭くしてるんじゃないかみたいな。はいはいはい。考察だったんで、その狭くしてこの高音を目立たせてるなら高音源にやるのがいいし、逆に低音源を長くすると。低音がスッキリするんじゃないかなみたいな。ラップスチールだとこれがデフォルトみたいになったんじゃない？もしかすると、まあね、やっぱこの薄いのがさ、このミャってした感じになってなるんじゃないかな。やっぱ古いラップスチールのピカってパワー強いっす、ね、確かにパワー強いよ、ね、そこは共通してるなと思う。ああ、なるほど。てか古いピ、いい、古くていいピカってパワーあるじゃん。なんかパフもそうだけど、全然そのなんか枯れてるがさ、はい、なんか元気なまま枯れてるみたいな感じするよ。それがなんか60年代あたりに境があるような気がして、あ、50年代までのやつだったらなんか結構そういうキャラクターなのかな。あれだってテレキャスのリアがパワーあるのって50年代だよね。そうっすね。なんでパワーあるな方向だなっちゃったの。で、パワーでも出す方向だったんじゃないの、60年代も。なんかアンプとの関係とかもあるのかな、ああ、入ったりとかね、はい、ロックンロールが流行ってくるからさ、やっぱ軽快なサウンドを欲しいとなると、やっぱりあんなんか強いピックアップだとさ、あ、ラップスチールはあれサスティンのみでなんぼだから、パワー欲しかったのかな。いや、どんどんいろんなものが出てきますね。出てきます、ね、もう終わりじゃねえかって思う瞬間もあるんだけど、終わりはないっす、ね、どんどん来ますね。いや、これやっぱりね、もう一位に館長の研究努力の結果ですよ。やっぱ夜な夜なね、うん、ハイボール飲まないと。ハイボール飲みながらね、あれが好きだったんだよね。ヤフオクでエレキギターってやった時に、ブランドその他っていうのを見るのがさ、わかるわかる。なんかたまに、あれお前そこにいるはずべきではないものを見ましたこいつだみたいな。ロゴとかね、読みづらいですか、わかんなかったりするからね。そう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 。ということで今日は、館長の研究結果発表ということで、50年代の、ラップスチールギターのピックアップを、エレキギターのセミだぞと、フェンダーの50年代のラップしてるギターのピックアップを乗っけてました、はい、まあ、ジャズマスターの基本になったっていうね、あ、そうです、はい、ピックアップですけども、それを実際にエレキギター乗っけて弾いてみたらどうなるかということで、またこう新たなこう、視野が広がったんじゃないかということで、広がりましたね、はい、何が起こるかもしれませんということで、パンコイさんでした。ありがとうございました。